ゆうやさん、よーい、スタート。はい、ひなすけしでーす。今日はね、足がね、速くなる練習方法を見せたいと思います。まず、あそこのポールありますよね。あそこフェンスのポールが。あそこからゆうやがこのポールまで走っていきます。で、そのタイムを測ります。次にね、自転車の後ろにこう洗濯バサミをつけてこうつけていきます。ここ全身に。それで、こうパチンパチンって引っ張られながら走るとより速くなるんじゃないかと。うん、痛いもんね、だって、うん、だからそういうのをちょっとやってみたいと思うんで、でまずちょっとあそこからここまで走るスピードをちょっとスタート。やだ6秒7。なるほど、ポニンとその硬いところ。じゃあゆうやさん、早く早く早く走ることができるのか。それでは自転車の大塚さん、スタートお願いします。ゆうやさん、よーい、スタート。動けてねえじゃねえか。どうした、ゆうやさん、どうした。いや、もう走んなくていいよ。どうしたパッ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 パ
もうだって、中田さん今何秒ですか？40秒40秒だって言われてるから。ヨヨさん45秒8 うん、痛いって言う前に来るとそうするとリアクションでも取れないよ。黙らこういう状態やったよ。なんてこった、せっかく速く走れると思ったのにね。もう一回やりましょうか。これでは自転車の達也さんスタートお願いします。そしてゆうやさんスタート。劇団スカラッシュ。中田さんどうですか？7秒8 1秒以上遅いですかね。いやそりゃそうだよ。何度も走ればさ。5秒6すいません、ストップウォッチ押すタイミングが遅れました。劇団スカラッシュ。